皆さんこんにちは。 TCP 特別治療医の安本拓実です。カウンセラーの青です。今回はこれから二重整形を考えている全ての方へ、二重整形において最も重要な工程であるシミュレーションの際の NG 行動について解説していきたいと思います。シミュレーションは二重手術を行う前に患者様と医師の完成型のイメージを合わせる工程です。この時双方の完成型のイメージが異なると、最終的に患者様が希望していたデザインとは全く違う二重に仕上がってしまうかもしれません。これではせっかく二重整形をした意味がないですよね。シミュレーションは重剣棒と呼ばれるこの2本の棒を用いて行います。これから実際のシミュレーションの様子を再現しながら解説してまいりますので、これから二重整形を考えている方はぜひこの動画を参考にしてみてください。それでは早速一つ目の NG 行動です。希望の二重を教えてください。はい、幅が4ミリの自然な二重が希望です。今のはミリ数の指定が NG です。例えば4ミリの幅で作ってくださいと言われても、どこが4ミリっていうのが明確じゃないですよね。例えば水平型で作った場合に目頭は狭くて目尻は広くなるわけじゃないですか。あと例えば目を閉じた時に6ミリで作ってくださいとか、それも結構よくあるんですけど、これも同じで目頭と真ん中と目尻でミリ数変わってくるんですよ。もっと言えば右と左にも変わってきます。なのでどういう風に伝えたらいいかというと、実際希望のデザインの写真とかを見せてもらって、こんな風に作ってくださいという伝え方が非常に助かりますね。じゃあですね、希望の二重をお聞きしたいんですが、どんな感じを希望されますか？こういう二重が理想です。今の映像も NG です。あの棒でこうやってやるでしょ。で話した時に、あ、この形で作ってくださいってよくあるんですよ。棒でやったりとか爪でやったりとか、棒を離した時点でもうその二重は変わってます。我々がどうやってシミュレーションして手術の時のマーキングをするかっていうと、閉じて棒を当てて開いて棒を当てたまま、この状態で OK ならそこでマーキングします。こうくるってやってできた二重、あ、こんな感じで作ってくださいっていうのはそれはいいんだけど、それをそのままこう、じゃあ棒を当てられるかというと、目開いてる状態だから当てられないでしょ。じゃあちょっと目閉じてくださいね。開いてみてください。これはいかがですか？見えないですね。見えない。ちょっと待って、これ見えないですか？あ、見えない。あ、見えない。今日コンタクト持ってきてないですか？持ってきてないです。あ、これも NG ですね。これは鏡を近づけないとシミュレーションができないってことは、鏡を近づけることによってもうその時点で幅変わってます。近くを見たりとか上見たりとか下見たりしちゃうと幅変わっちゃうので、もうそれでもう幅が全然正確じゃなくなっちゃうんですよね。鏡を離した状態で遠くを見た状態で確認できないと正確なシミュレーションはできません。あとは鏡を近づけてしまうと、この棒が当てられないです。当てられたとしても鏡が近すぎちゃうとまぶたが死角に入っちゃうので、ドクターがその状態を確認できないです。目が悪い方はコンタクトレンズを持ってきて、コンタクトレンズをつけた状態でシミュレーションをする必要はありますね。今日コンタクト持ってきてないですか？持ってきてないんです。でもメガネ持ってきてるのでメガネかけます。これでシミュレーションお願いします。じゃあメガネすればいいじゃんと思うじゃない。メガネしちゃうと今度重剣棒がまっすぐそこから入れられないんですよ。斜め上とかから、あるいは横側からこう重剣棒を入れるしかなくなっちゃうので、やっぱり正確な幅を確認することはできないですよね。あとメガネしてると、メガネを通して鏡で見る幅ってレンズが入ってるから間にちょっと幅が変わっちゃいますよね。では最初に右目のシミュレーションを行いますね。はい。じゃあ目を閉じてください。これも NG です。自分でこうウィンクしてみると分かると思うんだけど、これ力入っちゃうんだよね。まぶたがこう振動しちゃうでしょ。そうするとやっぱり正確なシミュレーションってできないんですよ。
シミュレーションって本当にコンマ数ミリのところで正確にこう繊細な動きでね変えていくので、ちょっとずれただけでもデザイン変わっちゃうんですよ。じゃあリラックスした状態でこうかけしめしないとシミュレーションできないですね。なんで患者さんが止めるかっていうと、ドクターがどこに棒を当ててるかを鏡を通して確認したいんですよ。でもそれって意味ないんですよ。結局どこに当ててるかは関係なくて、目を開いた時にどうなってるかが重要なんで、右と左で当てる場所も違うかもしれないし、だけど目を開いた時にね、それがちゃんと自分の理想の蓋になってればそれはそれでいいじゃないですか。ここ開いてくださいね。これどうですか。これも NG ですね。眉毛上げちゃうと二重の幅広くなっちゃうでしょ。これもそうなんだけど、なんで眉毛上げるかって何だと思います。どこに当たってるかを確認してるんですよ、患者さん。そんなに確認したいんですね。そうそう、同様にちょっとこう顎を上げたりとか、こうやったりとか、こうやったりっていろんな角度から確認しようとする方いるんですよね。まあ、それ気持ちは分かるんだけど、こうやった時点で幅狭くなってます。こうやった時点で広くなってますよね。なのでシミュレーションの時はやっぱりこうまっすぐ正面を見て自然な開き具合で幅を確認するってことが非常に重要です。以上まとめますと、シミュレーションの際の注意事項として、希望の二重を伝える時はミリ数を言うのではなくて、どんな感じの二重になりたいかという写真を持ってくるということですね。あとは目が悪い方は必ずコンタクトレンズを持ってくるということ。シミュレーションの際は下向いたり上向いたり眉毛を上げたりしないで、まっすぐ鏡を見て自然な開き具合で力を入れず、目を閉じるときはウインクしないで両目閉じて両目を開ける。これが大事になってきますね。正しいシミュレーションの様子に関しては過去の動画で公開しておりますので、もし興味がある方は概要欄のリンクからご覧ください。いかがでしたでしょうか。参考になったと思う方はチャンネル登録、グッドボタンを押していただけると動画制作の励みになりますのでよろしくお願いします。当院の無料カウンセリング、二重のシミュレーションを受けたい方は、概要欄のリンクからもご予約可能です。Twitter、Instagram をやっておりますので、ぜひ見てくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。